んにちは。今年からセレッソ大阪サッカースクールのコーチになりました大野コーチです。よろしくお願いします。アップ学習会からみんなに考える力を鍛える思考力アップクイズを出題します。サッカーでは考える力がすごく大事になってくるので、ぜひみんな考えてみてください。それではアップ学習会の皆様、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。夢を応援して笑顔にするアップ学習会の深田です。この動画も3回目となりました。皆さん1問目2問目答えれましたでしょうか。今日はその2問目の問題の解説からいきたいなと思います。まだまだね、学校に行けてないという部分で、退屈な日々を過ごしているんじゃないかなと思います。このクイズがその退屈を少しでも紛らわす一つの機会になってくれれば嬉しいです。では、皆さんお待ちかねの解説に行きたいと思います。今日は泉先生が教えてくれるよ。丁寧に教えてくれるので、しっかりと解説を見て、勉強してみてください。では泉先生、解説の方お願いします。皆さんこんにちは。こちらの問題解けましたでしょうか。この問題を解くポイントは1つ、2倍という計算がどういうことなのかが分かるかということです。ではこちらの問題解説していきたいと思います。今回の問題は A 君が B 先生と27歳差で、 A 君が何歳の時 B 先生との年齢が2倍の関係になるのかを求めるという問題になっています。ここで大事なのが2倍の計算についてです。皆さん2倍ってどういうことか知っていますか。例えば 2×2 が4だとか、 10×2 が20になるといった、数字に ×2 をする計算、これが2倍です。今回この2倍という計算を少し考え方を変えてみたいと思います。どういうことか言いますと、2倍というのは同じ数を2つ足すことだと考えられます。例えば 2×2、4というのも言い換えると 2+2 が4ということ全く同じになります。 10×2 が20というのも 10+10 で20になるというのと全く同じになります。このように2倍の計算というのは同じ数を2つ足すという計算と全く同じ答えになるんですね。では今回考えてみると、 A 君の年齢プラス27で B 先生の年齢になります。今すでに27がもう足されている形になるので、ここに入る数も同じ27になれば、27足す27で54となり、A 君と B 先生の年齢が2倍の関係になります。つまり今回 A 君が27歳の時に B 先生との年齢が2倍の関係になります。今 A 君は13歳なので、 A 君が27歳の時、つまり14年後に A 君と B 先生の年齢は2倍の関係になるということがわかります。いかがでしたでしょうか。ちょっとこちらの問題少し難しかったかなと思います。ただですね、文章問題というのはね、解けるようになっていけばすごく面白いものとなっていますので、ぜひ皆さんいろんな文章問題にチャレンジしてみてください。じゃあね。はい、皆さん解けましたでしょうかね。合っているか間違っているかではなく、しっかり考えること、これが大事です。今日のポイントは掛け算と足し算の特性を活かして考えるということでしたね。この問題なんですけれども、ひらめきで解決できる問題なので、楽しんでトライしてもらえると嬉しいです。では今日も皆さんにクイズを出したいと思います。今日のクイズ、足し算の問題なんだけれども、普段の足し算とはちょっと違う形で考えてみてください。では早速問題出したいと思います。第3問です。
第3問はこちら。12+53は犬、54+25は猫、41+53+22はタヌキと表せます。では21+52は何でしょうか。この法則を使って考えてみてください。はい、どうでしょうか。普通の足し算ではないので柔らかい頭を使って考えてみてください。勉強とスポーツ、これはどっちにも言えることなんですが、継続していくことすごく大事です。皆さん家での時間をたくさんこれまで過ごしてきたと思います。6月からは場所によっては学校が始まってくるところもありますが、まだまだ普段通りの生活とはいかないのが現状です。でもね、この家にいる期間に今までやらなかったことをチャレンジしてみたんじゃないかなと思います。また家での勉強、ね、宿題をやることだったりとか、こういったことにも慣れてきたと思うんです。これは学校が始まってからも続けてください。家での勉強すっごく大事です。はい、ということで今日の問題、ぜひ次の動画までに考えてみてください。もし早く答えを知りたいという方はアップ学習会のホームページに飛んでみてください。答えを速報で出しています。 URL は概要欄に貼っておきます。ぜひ見てね。ではまた次の動画で会いましょう。頑張ってチャレンジしてみてください。またね。